こんにちは、柴田です。今回は1980年製のジャパンヴィンテージを鳴らし比べてみたいと思います。この2本ね、たまたまどちらも1980年製ということで、まあ今人気が上がってきているジャパンヴィンテージ鳴らし比べていきたいと思うんですけれども、こっちはね、東海の LS80 レスポールタイプです。そしてこちらはヤマハの SG1000 ですね。この東海の LS は特にね、今人気が出てきている機種であります。 SG の1000はね、まあ、ずっと人気がある感じですかね。このヤマハの SG はかなりね、本数多く出ているので、いろんな中古屋さんで見かけるんじゃないかなと。ではこの2本鳴らしていきたいと思います。まずね、 LS から鳴らしていきましょうかね。じゃあ生音からいきましょうかね。シャープですね。では SG1000 いきます。生音、まあ毛色は似てますよね。いや、こっちの方が賑やか。SG1000 の方がね、暴れる感じ。ちょっと歪ませます1をかけて、いや、感じで生音はね、非常に毛色が似ていたんですけれども、アンプを通して鳴らすとこの SG1000 の方が断然暴れる。 LS80 は非常におしとやかというか上品な感じがしましたね。この SG1000 はね、ポットを変えたり、ピックアップもオリジナルのものじゃなくてアイバニーズのスーパー58、パフ系が乗ってはいるんですけれど、結構ね、強めな感じなんですよね。ナチュラルなサウンドでもこう散らかるというか、この辺はね、非常に好みによって分かれてくるんじゃないかなというところでございます。中古屋さんで見かけたらぜひぜひ試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。